つのは誰か捨てるゴミの日が間違ったけど、自分が誰か分からないけど注意されたんです。その日がダメで、ちゃんとゴミは分別してくださいとか言ってたんですが、うちの近くで年寄りが結構多いので、厳しい、本当に厳しい、一生懸命自分の周りの頃いつも掃除してくれたんです。すごいね。自分の国がめったにない、日本でそれがいいことかなと思います。私もなんか一回回収日間違って生ゴミを出したことがあります。夜仕事から帰った時はマンションの前で自分のゴミだけが残っています。それで生ゴミの日にちゃんと出してくださいってスティッカーがありました。ストレスポテカーありました場所によって違いますか？そうだね。私の、住まいでは一般ゴミは生ゴミ入れても大丈夫です、うん、缶と瓶だけ分けて、うん、捨てれば大丈夫です。2つだけあります。そうです。今、はい、私が住んでいる場所も同じです。プラスチックは生ゴミと一緒、捨てても大丈夫です。大丈夫です。前の場所は全部別々です。で何語はダンボールは別ですね。地域によってゴミの捨て方って違うから気をつけないとダメだし、ね、地域によっては有料のゴミ袋もいるから、お金のかかるゴミ袋。ゴミの分別って日本に来たばかりの時とても難しいです。あと缶とかも水でちゃんと洗ってからゴミに捨てます。どうして洗わなきゃなのと思いました。最初は本当にめんどくさいなと思いました。めんどくさいな。だけど今はもう慣れてきましたので本当にいいと思います。あとなんか日本に来たばかり の外国人の友達からもいつも聞かれたことがあります。段ボールとか捨てる時も紐でちゃんと結んで出しますね。 それで紐じゃないとダメですかとか聞かれたことがあります。それも地域とかそこの町内会によるのかも、ね、そうですか。自分の家がちょっと大きなボールが入れてまた重ねてまた大丈夫だったらそのままにしても大丈夫、運ぶ人のことを考えて運びやすいように。そう、ね、私はいつも自分の地域ではいつも紐で結びますので、友達にもちゃんと結んでくださいねと言ってました。ベトナムでちょっとなんかプラスチックが集まって、でお金がもらえるんですね。売れますね。そう、売ってる。それが日本はやっぱりないんですね。そう、ないです。よくね、お金がかかる。醍醐味もお金かかってます。よくね、ベトナムが本当にお金がもらえる。で、日本ですと例えば家具とか、そう、捨てたい時は普通のゴミ捨てる日には捨てられないです。役所にちゃんと時間とか日にちとかを予約してからコンビニでスティッカーとかも買いまして、ね、そうでちゃんと捨てます、うん、私も冷蔵庫を捨てるときは5000円もかかる。しょうがないですね。